ライブのおすすめですか？はい。ないんですよ。京都出身なんですけど、はい、でまず、まあ、こういうマニュアル車にはまず向いてないですね。まず一方通行が多くて、車がめちゃくちゃ多くて人も多いじゃないですか。でもう多分人がとにかく今来てるんで、もうね、なんか人の道を広くするために大通り の車線を減らしたりしてるんですよっていうところがあるぐらいで、すいません、京都はあんまりドライブはおすすめができません、ね、はい。